皆さんこんにちは。プレゼントしたくなるおしゃれな天然酵母パン作り講師、中橋貴子です。本日は、低糖質ダイエットパンを楽しむクラスのパンより、こちらのパンをご紹介します。トマトバジルですね、はい。こちらの方はオーツブランという粉を使って、仕込み水が無塩のトマトジュースと、あとはオリーブオイルを使って仕上げていくパンになります。厳密に言うとトマトジュースですね、若干糖質とかも当然含まれてるんですけれども、この150g で4個作っていくんですが、その4分の1分に対しては それほど大きくは糖質が入ってこないような計算になっているというのと、あとは味を、ね、重視して、それでもまあちょっとダイエットはしていきたいなっていう人向けに、こちらのクラスは作ってますので、そういったアレンジを楽しんでいただくということでやっております。ですのでフィリングの方もですね、プチトマトとかも入れてますので、人によって入れちゃいけない人は入れないような形でお願いしてますけど、プチトマトとか入れて、こうジューシーな味わいですね、それを味わっていただくっていうような形で作ってます。トマトバジルパンも結構人気のパンになってますので、はい、ぜひ食べていただける方お試しいただく